常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。ジョネ散歩でございます。ついに会えました、浜田光一先生で先生ありがとうございます。どうもどうも、はい。お食事、今終わりまして、はい、日本経済についていろいろ話したんですが、諏訪共同論文かというところまで今話が盛り上がってきたんで先生今あれですね、法人税の研究をされてるということですね。そうですね、はい、法人税を安くすると、はい、アイルランドの、はい、膨大な儲けを得ることができるので、はい、それをなんとか止めることはできるかというのを一つ、ね、はいはい、それからあの常連さんの今日聞いたアイディアでは、はい、法人税は、はい、産業活動に、はい、の価格メカニズムを損なうけれども、はい、それを取ることをやめて全部、はい、あの金持ちは金持ちなりに負担する、はい、所得税に変えたらどうかという、そうです、革命的な革命的なアイデアを私から偶然なんですけどこれ前から私言ってましたけど、法人税はあれは二重課税なので、もし個人の所得を完璧に把握できたら取らなくてもいいんですよね、一応理論的にはねっていう考え方はあると思うんですよね。あるんですよね。でそれを本当に個人の所得を把握してそういうふうにしてしまったらどうなんだろうかと、あの逆にもう法人税ゼロにしてしまえばそういうアイルランドみたいな抜け駆けも最初から存在しないということになるので、これどうですかって言ったら浜田先生が、ジョネさんそれいいアイデアだねということで、ありがとうございます先生共同論文を、もし書けたら嬉しいなと思うんですけれどもこれから膨大なリサーチをしなければいけませんね、これね。どうなんですかね先生ね。いや、あのアイデアは簡単な方が、はい、学問の仕事としては、あ、なるほど、成功するんだ、ね、あ、シンプルな方がいいんですね、はい、DSGE みたいなのはダメなんですよね、複雑すぎて。まあそうです先生初めて会った時からあの DSGE 批判をねされてます。均衡の一歩手前から計算してほら見ろっつって答え合わせしてるようなもんで、こんなんダメだってね先生お怒りでしたけどね、昔からね。忘れました、その点については忘れました。その時はそう言ってましたよ先生。なんかもう均衡する一歩手前二歩手前ぐらいから計算したって、そんなの均衡するに決まってるじゃないかみたいな感じでね先生昔おっしゃってましたけど、私もそれ納得です。結局 DSG って何も生み出さなかったかなって私は思うんですよね。デフレであることを正当化するために使われたんですけど、結局デフレ金融政策で終わったじゃないですかね。そうですね、はい、またもう一つはやはりあの、はい、シカゴ大学のルーカスっていう人、はい、あールーカス批判のね、天才で、はい、人々はあの今の価格を見ないで、はい、将来の価格を予想していると、はい、モデルから予測した価格、はい、の方を考えるという説を作って、はいはい、自分の学説を全部正当化することに成功して、はいはい、それでないと学術論文も、はい、そのいろんな雑誌ジャーナルをパスできなくなった、はい、なるほどなるほど。ですけれども、はい、我々が見てる時に、はい、来年インフレになるのかどうかっていうのは、はい、今の科学のことももちろん考える、はい、それから世界の動静がどうなってるかを考えて、はい、みんな苦労して考えるですね、はい、でそういう点が、はい、いわゆるそのルーカス流の合理的形成を前提として検事、はい、モデルというものを水と油のように、はい、押し込めようとした、なるほど、ニューケインジャンエコノミスっていうのは、はい、おかしいんじゃないかと、なるほど、最近ますますおかしい、はい、そうですね、まあ、あの法人税の件はね先生はあのデフレがまだ続いている頃からおっしゃってらして、やっぱり日本は法人税高くてアジア の, そのシンガポールとかね香港とかの競争に負けちゃうと大変なことになるんじゃないかということはね警鐘を鳴らしてらっしゃいましたよね、もともとその辺は、はい、ですから日本が OECD で、はい、まあ専門的には BEP
BEPS ですかね、BEPS と呼ばれるように、はい、その、はい、アイルランドのように日国の有利だけで法人税を決められないような世界を作ろうとしようかと、はい、抜け駆けは許さんという仕組みを作ろうとしたんですが、でそれがある程度成功したんですけど、はい、どうも、私の見るところでは、はい、アメリカの共和党は、はい、本来的に、はい、減税大好きですからね、法人税が大好きでした、はいはいはい、こういうその協力して最低の法人税を作ろうとする考え方にはストップをかけている、はい、ですからアメリカが日本も協力しましたけども、はい、ジャネット・ヤレン等が先頭になって、はいはい、そのこの法人税の最低限を決めようとする OECD のプログラム全体が、はい、今ある程度法制的外交交渉では決まっても実際には動けない。なるほどね。ですから現在のような共和党が強いアメリカの国会が続いている限り、はい、国際協調でその法人税の、はい、引き下げ競争を止めるということが無理になっているのではないかと思います。専門的には詳しく研究してみなければ分かりません。なるほどね。まあ私のアイディアでいけばもうそれがゼロになってもう競争すら存在しないで、あとまあ全員個人で、所得、完璧に把握されるみたいな、まあ、世界になるのかなと思うんですけど、まあこれができるかどうかね、ちょっと先生とですね、引き続き共同研究を続けられればというふうに思っております。1階の中小企業経営者、ただの経済評論家なんですけれども、今日はいいアイデアですねと言って褒められたんでアメリカ来た甲斐があったなというふうに思いました。ということで先生本当にごちそうさまでした。いろいろ大変、美味しいバーベキューバーガーをいただきまして、はい、ありがとうございます。ここちなみにどんなところかというとですね、ちょっとお見せしましょうか。こういうところなんですよ。ゴルフ場なんですね、実はね。素晴らしいところですね先生ここね。はい、これははい、アメリカの、はい、保険業の、はい、保険の中心、世界の中心地である、はい、そのハートモードの、はい、ベッドタウンの、はい、結構いいところ、しかもこれはみんなが入れる公共の、あ、パブリックなんですか。パブリックな、ゴルフ場。すごっ。なるほどね。パブリックなゴルフ場でこんなに充実してるんですね。もうなんか地元の方もね、いっぱいここでご飯食べてらっしゃいますね。ちょっとこれお見せしましょう。まあ、こんな感じでね。はい。でもゴルフ室もほんと、ほんとすごいですよ、これ。ね。これがパブリックなゴルフ場だそうです。こういうとこでやってたらゴルフ強くなりますね。確かにアメリカはね、いろんな人が。できるわけですか。日本だとやっぱり選ばれし者のねスポーツな感じになってますし、まあでもこういうところで、はい、人生を楽しめる人もいれば、はい、大都市で、はい、楽しんでる人もいると、いや大都市で、はい、住宅混んだ住宅を、ね、我慢している、はい、人なんかも多いと、はい、それがどうして共同していくか、はい、この分断をどのように直していくかと、一つにはやっぱりみんなに自由な競争をして、はいはい、政府があんまり関与しないで、はい、経済を発展させていかなければいけないという、そういう独立独歩の精神が必要、はいはい、それがあるわけですが、逆に、はい、そもそも国が生まれたのが、はい、移民と黒人等 の、はい、その労働、はい、で出来上がった、はい、その民族問題が最初からあるんですね。最初からある、はいはい、世界ですので、はい、そういうところが、はい、それをどういうふうに克服
くしていくか。しかしそれと同時に、はい、悪平等にもならないで、やっぱり頑張った人が報いられるような、はい、社会を続けていくと、はい、いうことで、なるほど、例えば前半の方は、はい、なるべく困った人を作らないで、はい、セーフティーネット、はい、安全な、はい、国にしたいというのがあると同時に、はい、逆にはやはりその独立独歩の精神をというので、う例えば民主党と共和党が今、はい、選挙やってますね。意見割れてますね。割れているということだと思います、はい。なるほどね。まあ、浜田先生もね、アメリカだいぶ長いので、その辺の、問題意識もやっぱり我々以上に、お持ちで、まあ本当でも、まあ、今 ここの、ね、カントリークラブ平和ですけど、まあ本当に分断というかかなり進んでしまってますよね、残念ながら。まあそんなところで、現地時間でですね、明日私、ニューヨークで講演をするんですが、講演の原稿についてもですね、中身を、先生にちょっと見ていただいて監修していただきましたので、自信を持ってですね、明日お届けできるかなと。いや、監修するようだけど。いえいえ。中身言わないでくださいね。技術についてはいろいろ。はい。常連さん。はい。いい教えられる。いえいえ、そんなそんな。まあちょっと意外な視点が、ね、あったんで、先生も、そうなのみたいな感じで、ちょっと盛り上がって話をさせていただきました。ということで、ジョネ・トラダムスのですね、ジョネ散歩、アメリカ編ですけれども、まあ本当浜田先生と直接お会いするのはもう4年ぶりぐらいですね。コロナ前ですからね、最後にお会いしたのね。はい。で、先生実はですね、来月日本に来られるということで、実はわざわざアメリカに来なくても来月日本で会えたというですね、オチなんですけど、まあでもね、久々にお会いできて、まあ今までずっとね、リモートでしかちょっとお話できなかったんで、大変良かったかなと。実はここに来る前にご自宅の方にも、大変ご立派な、ご自宅の方にもお邪魔させていただきまして、はい、OK、OK、Thank you。すみません、店員さん来てしまいました。ということで、今日の内容、面白かった人ね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。それから浜田先生のね、ご本ね、各種出てますので、ぜひですね、皆さんお買い求めいただきまして、はい、経済学のお勉強していただければと思います。先生、今日どうもありがとうございました。いろいろご相談になってしまいました。ありがとうございました。はい、ということで、引き続き応援してください。よろしくお願いします。ガオー。